恥ずかしくなるというこの枷を背負うことになった。それで引くわ。さあこのメタモンね、メタモンが2匹いるというこのなんか謎のパーティーに当たりましたが、何をしてくるんだろうこれ。あ、見せた。お前の強さは今更確認するまでもない。なんか殴った方がいいのかなって思っちゃった。闇医者去勢。ネタやんけ。これがしたいだけか。え？ああだよね。びっくりした。決まらなかった。二つね。ちゃんと二つ投げてきたな。ちゃんと片方だけじゃなくて。なんかでかい球を投げつけてくる人多いね。終わりだよね多分ね、これね。メタモンは多分インパクトのやつか。ああ、去勢されたから引っ込んだ。恥ずかしい。これさっきつけたやろ絶対。これさっきつけたやろ名前。ああ、やだ、もう見たくない。降参しよう。これ仕事が早いわ。そうか、仕事早いの、そっか、あれか。なんかニックネーム今回めちゃくちゃ簡単に変えられるもんね。じゃあ帰りまーす。お疲れ様です。虚勢して煽るだけ煽って、去っていったな。仕事が早いわ。アスカから逃げるな。あのね、人間って逃げるという行為をさ、なんかネガティブに捉えるけど、あの野生の動物って逃げるから、自分より強い動物からは。なんで逃げちゃいけないんだろうって思うな俺は。だから僕は逃げます。よし、じゃあそういうわけで、じゃあ次ラストね。次ラストダブルやって終わりにします。当たらなかった方ね、申し訳ない、本当に。